ストレートエニアグラム二等兵の友人屋です。隊長です。隊長でございます、はい。今日は、うん、タイプ5人シリーズ、5人シリーズの、2と7、あ、2と7、タイプ2と7、楽観タイプですね、うんうんうん。これでもしか迷った、うん、どっちだろう、うん、って思った場合は、うん、ぜひ参考にしていただければと思ってます、うんうん。タイプ2とタイプ7、うん、これらの2つのタイプは、うん、どちらも感情的で、うん、芝居じみているため、うん、よく間違われます、うんうん。しかしタイプ7の感情の方が、うん、タイプ2の感情よりも不安定で、うん、すぐに変化して深くないと、うん。通常のタイプには、うん、愛想はよく、うん、感情があふれるばかりで、うん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 、やたら大げさで、うん、芝居がかってさえいるが、うん、他人に対する温かい個人的な感謝の気持ちを表現するのには労は厭わない、うんうんうん。タイプ2は、うん、深い感情に浸っており、うん、その感情は彼らの自己感覚、うん、行動、うん、他人との相互作用と密接に結びついています、うんうん。多分人から見ると、うん、多分またこれもタイプ7、タイプ2っていうのは、うん、分かりそうな感じはしますけどね、うん。ただやっぱり自分でって考えると、うんうん、どっちなんだろうっていうのは、あ、7っぽいって思ったりすることはあるのかな、はい。まあ、2の人は、まあ、その逆も、はい、そうですね、うん。で通常のタイプ7も、うん、自分の感情を華々しく劇的に表現することから、うん、芝居がかってはいるんですけども、うん、タイプ7の感情は大抵長続きせず、うんうん、上機嫌から喜び、軽はずみ、気まぐれ、極めて否定的な怒りや欲求不満や非難の表出、表出ること、でそして他人に対する激怒まで広範囲にわたっています。いろんな面があると、そんな感じはしますね、はい。でタイプ2は非常に不健全な状態の時以外は他人に対する怒りをタイプ7ほど表には出さない、うんうんうん。で感情の幅はそのタイプ7ほど広くないよと、うんうんうん。常に笑顔、常に笑顔、笑顔で不健全なところがちょっと怒りみたいな、うんうんうん。どちらのタイプも社交好きで人と一緒にいることを楽しむんですけども、うんうん、その対人関係の姿ははっきり違います、うん。タイプ2の方が対人的で、うん、嘘偽りなく親切で優しく他人に関心を抱いている、うんうんうん。他人に関心がある、他人に関心、他人に関心がある、うん、距離が近いですからね、タイプ2の人あかもしれないです、うん。で彼らはその家族や社会の中心人物、うん、誰もが世話や助言や承認を求めてやってくる福祉の友になりたがっている、うんうん。だって心からつながりたいとタイプ2は思っている、うん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 。でタイプ2は人にとって重要な人物に、うん、そして他人と密接な間柄になりたがるが、うん、時として行き過ぎることがあるよ、うんうん。必要とされていないことを確かめるために、うん、やたらおせっかいを焼いて余計な心配をします、うんうん。一方タイプ7は他人の人生に、タイプ7は他人の人生にそれほど深く関わらない、うん。あんま興味がないんじゃないですか。やっぱり自分が面白いこと、自分が面白いこと、うん。でタイプ7は自分を社会や家族の中心とは見ておらず、うん、評判の的になりたがる人間が自由に集まった集団の一員と見ていて、うん、自分の楽しみは他人と付き合うことで高められると考えていますと、うん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 。タイプ7は一人で飲んだり食べたり観劇に行ったり旅行に出かけたりっていうのを好まないだけで、うん、必ずしも他人を熱烈に愛しているわけではない、うんうん。他人とつながりたいからっていう理由じゃなくて、うん、楽しいから楽しみたいから、うん。で他人が周りにいて、うん、彼らが求める刺激や興奮の助けになってくれれば、うんうん、タイプ7にとってはもっと楽しくなるっていうだけのことだよ、うん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 。で自分を他人との集団と一緒にいさせるために、うん、タイプ7はあまり裕福でない友人にチケットを買ってあげたり、夕食や別荘に招待したりして、うん、
気前よく振る舞うことがあるよと。ただその動機は困っている人を助けるんじゃなくて楽しみたいから、うんうん、自分が楽しみたいからこいついたら楽しそうだなっていう話ですよね。多分タイプ2のそういう時は、うん、あ困ってそうっていう理由で何かそのじゃあご飯食べに行くっていうのはしたり、うんうんうん、同じ行動でも助けてあげたくなる動機が違う、うんうん、で通常のタイプ2は他人から必要されたがるのに対し、うん、通常のタイプ7は誰からも必要とされたがらない、うん、でそれ必要としなくていい、うん、人がどう思うと関係ない、うんうん、でそれどころか彼らは自分に頼る人は誰であろうと我慢がならない、うん、邪魔なんですよ自分の楽しそうなことを。だから多分タイプには頼られるのは、うんうん、頼られたいんですよねむしろ。あ、そう、うん、プライドがありますから、プライドは。で私は助ける側だと思ってるので、はい、頼られたい。そうですね、うん、で彼らは頼る人は我慢がならない、うん、依存者がいると自分の資源が枯渇するからであると、うんうんうん、また通常のタイプには友人に多くの時間と感情的エネルギーをつぎ込んだと思っており、うんうんうん、そのつぎ込んだやつらが、うんうんうん、やつらかと書いてないですけどね、つぎ込んだ人たちが離れていくのを見たくないから所有したがる、うんうんうん、要は自分のプライドを保つため、うんうん、頼ってくる頼られる私で頼あんと助けてあげた、はい、助けてあげてるっていうのもあるじゃないですか、はい、あげてるあげてるのに離れていくのかよ、はい、みたいな。で通常のタイプ7は自分の便宜のために、うん、あるいは自分の楽しみを高めるために必要な程度他人を所有したがる、うん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 、必要な程度です、うんうんうん。でタイプ7は考え直しもせずに人と断交することができる、うんうん、楽しくない人も、うん、まあ、いいわ、もう必要ない、もういい、もういいっていう、うん、で特に、うん、もっと刺激的な人物が現れるとそうしますと、うん、付き合ってる人がいても、うん、あこっちの人が楽しそうじゃん、うん、もういい、もういい、もういいっていうかもう意識がバーンっていっちゃうんですよね。もういいもないんですよ。もうこっち向いちゃうっていう、こっち向いちゃうみたいな、 あっちが楽しそうみたいな。で、一番新しい知り合いがいつでも断然刺激度が高い、うんうんうん、この人は新規さ、うん、新しくて、うんうんうん、新しいっていう利点を持っているから、うんうん、なんで常に新しい人が、うん、っていつも例に出す例ですね。食べた瞬間にそう、もう次のものが、次のものが美味しそうな、これを食べに行ったのにそれを食べた瞬間に次の美味しそうなもののことを考えるみたいな。もったいないもったいない、これをまず楽しめたんですからね、はい、でしかしそういった、相違点がたくさんあるにもかかわらず、うん、これらの2つのタイプは、うん、比較的相性がいいよと、うんうん、今この相性の話になってきましたね、うん。タイプ7は自分が受けなかったと思っている母からの慈しみを埋め合わせるために無意識のうちに母親的人物を求める傾向があります。母親的ですからね、2は。そうですよね。はい。なんでこのタイプ2はこれを愛情、世話、激励という形でタイプ7に与えるからであると。で、通常のタイプ2にとって自分に応えてくれる人に思いやりを惜しみなく注ぐことは喜びであり、うんうんうん、タイプ7ほどよく反応するタイプはないと、うん、ありがとうありがとうって見てよ見てよですからね7は。そうですよね、うん、で何何ってこの中エプロンで手を拭きながらお母さんが来るみたいな。そうでそれをこう無視されてさらにエスカレートするのが7じゃないですか。それをこうちゃんと受け止めてくれるのが2みたいな。なるほど、うん、ただまあ問題は、タイプ7はタイプ2の与える愛情や世話を何でもとても喜んで受けるのはいいが、うん、タイプ2の感情的必要を満たすような評価や感謝をお返しとして与えないかもしれない、うん、っていうのはあるよ、うんうん、基本自分ですかねタイプ7。そうなんですよね。自分がいかに目立つかとか楽しむかっていう方に意識が向いてるので、はい、うん、でこのタイプ2とタイプ7を分ける、うんうん、分ける、あ
質問そう5人5人の話ですね、はい、どっちかなって迷った場合、うん、自分の欲求よりも人の欲求に合わせる方が重要ですか、うんうんうん、要は自分の重要、うん、自分の欲求か、うん、人の欲求、うん、どっちが興味があるか、うん、これも言わずもがなんですね。そう、もうわざ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 聞くまでもない、うんうんうん、であとは一人でいるときに知的な興味に夢中になることがよくありますか、うんうんうん、タイプ7がイエスです、うんうんうん、思考タイプですからね。思考タイプだし、はい、この新しいもの好きなので、はいはいはい、こう新しいこうノウハウとか技術が出ると、はい、すごい興味がいくんですよね、はい、でそれをこう調べたりするなので、うん、その一人でいる時に知的な興味に夢中になることがあるっていう場合は、うんうんまあ、もしくはこの自分が楽観タイプで2つか迷った場合、うんうん、多分迷うポイントはどっちもこう社交的で人が好きでみたいな、はい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 、飲みに行ったりするのも好きでみんなとワイワイするのが大好きみたいな、あもうないっていう2人、はい、まあ僕の今思い浮かんでる人が2人いて、はい、2の人と7の人、はい、2人とも飲みに行くのが大好きで、はい、飲みに行きましょうよって言って楽しんでる。なるほど。でなのでこうそういう場でこう盛り上げたりとか面白いこと言ったりとかして楽しんでる、両2人とも楽しんでる。なのでその場を見るとあ 2なのか7なのかみたいな悩むじゃないかな。多分わーって喋ってるのが7、うん、7で、あでもこう2の人も2の人って2の女の子なんですけど、はい、こういろんなとこ行ってこうわーって距離が近いんでこう誰かを見せるとあなんとかさんみたいな、ちょっと出ましたね今そうなんとかさんみたいな、元気しますかみたいな感じでわーって喋って、なので7の人はどっちかというと大きく喋ってるんですよ。場に向かって喋りますよね。で2の人はこう個人に一人一人なんとかさんみたいな感じで最近どうですかみたいな、もうだから距離が近いですよね。なるほどでそういうのをこういろんなところに、人見知りせずにいろんなところに行っていろんな人に同じような感じにして、でそこでわーって盛り上がってみたいなっていう感じなので、まあパッと見2人とも明るくて楽しくてみたいな感じなので、まあ、そこら辺が間違える。ご自身がどちらのタイプかですね。そうその場に向かって、うん、場に向かってみんなに見てってやってるのか、うんうんうん、一人に見てってやってるのかですよね、はい、なのでこう違うところって言えば、まあ、さっきの質問みたいな、自分の欲求よりも人の欲求かみたいな、ね、うん、いかがでしょうか、はいはい、次はまた、うん、もし、うん、ご自身でどちらか迷ってるみたいなのがありましたら、うんうんうん、どんどん質問いただければ、はい、一緒に考えたいと思います、うん、ちょっと考察をしてみようかなって感じですね、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございます。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。